ますのが茶券に書いてございました目とか耳とか鼻とか口とか、まあ、人間の、まあ、論法ですね、感覚の入り口であって、まあ、執着の根源になるところでございます。なので六根の塵を、まあ、払って常に正常に保ちなさいという意味で、あの前後かけさせていただきました。どうぞお早めですけどお菓子召し上がってください。小さいお菓子ですからいくつかどうぞ。素敵お菓子は金沢の菓子工太郎 の鳥の音というお菓子です。お客さんをお飲みになっているのが備前
すきのようにかかって赤く模様になります。これを備前の火たすきと言いますけれども、この模様のうちの一つになります。ご自宅に今お立てするお茶碗が常滑の手芸茶碗になりますね。よく急須とかがあるお茶碗です。泥の種類ですけれども、ちょっと今時珍しいです。今もう泥は取れないので作ってないそうですね。紹介しようかなと思っております。以前
焼き締めのものが多いです。あんまり釉薬がかかりませんですけど、瀬戸に関しては、まあ、古い時代から最初からもう釉がかかっておりましたので、こういう飲みでしたら出てきます。抹茶のこういう形のお茶碗とか。